ちゃ、こんにちは。さあ、いよいよゴールです、ゆたかさん。はい。はい。元気ですか？元気ですか？はい。ちょっとね、こう、悩むんだよ、頭がな。非常に考えてましたから。本当に。そうです、ゆたかさんの開幕オーダー予想。はい。いよいよ今日が最後、オーラスです。オッケー。オーラスは去年の優勝チーム。はい。ヤクルトとオリックス。はい。なりますけれども、ゆたかさんが非常に悩んでいたのが。オリックスの方だな。オリックスですね。分からない分からない、分からない。まあ吉田選手も抜けてる人行ったりとか、いやそれと、はい、やっぱ優秀な若手がたくさんいるんだよね、はい、それを使うのか使わないのかとかさ、中島監督がで、まあ、昨年まで紅林とかね、はい、どうのこうのって、うん、いやえこっちの方が良くないかみたいな、はい、そういうのもあるし、うん、えセカンドこれで大丈夫って言ったら、うん、えまたベテランが頑張るし、はい、まあ非常に難しかったけどね。そうですね。じゃあ簡単だったと。簡単でもないけどね。まあ簡単っちゃ簡単だよ、ね。はい、あ。ヤクルトから。だって塩見のところを入れ替えればいいだけの話。あと変わらないんですね。俺は変えた。変えた。はい。じゃあ行きましょう。1番。まあ丸山ね、センター。これはそうですね。まあ彼はエスコバーからサヨナラヒット打ってからね。はい。で青木道場みたいなところに入門し。うん、やっぱバッティングが変わったな、良くなったな、すごくな、うん、パンチ力もついたしね、はい、うん、でここでね、やっぱ塩見選手が怪我で離脱というところでチャンスが回って、ね、ああチャンスだよ、ナイスチャンスだよ、そうですよ ね、はい、なのでここは1番丸山選手、はい、はい、で2番、はい、レフト青木、うん、青木選手、やっぱ青木は外せないな、開幕はね、はい、うん、なんかやってくれそうだもんね、うん、本来だと、まあこれがゲームの中心になってくると青木選手ではなくて、丸山でいい、はい、で塩見が一番がいい、うん、っていう形になっていったりもしますね、まあ、可能性もあるよね、はい、で青木はポイントのところで出てくるというね、うん、まあ、それでもいいと、はい、はい、3番、はい、セカンド山田、はい、うん、まあ、ここら辺はな、うん、鉄板だよね、はい、まあ、4番は村神様と、はい、神様ですね、神様です、はい、ね、変わらずいやそれは変わらないよね、はい、でここも変わらない、はい、ファーストオスナ、もう変わらないですね、変わらない、はい、で、うん、6番に、うん、まあ、昨年まで中村が打ってたんだけど、はい、長岡が非常に成長してるんだよね、おだから6番に長岡を入れたいという、おそこが変わるんですね、うん、そこが変わる、へえ、だから7番は自然的にサンタナとライトね、ということはその外国人の間に挟んだということは長岡選手にもいろんなバッティングを期待できる、同じことができるし、はあ、中村以上のことをやってもらおうとする期待感があるね、うん、高津監督はそういうのをしてきそうですね、うんうん、で中村、まあ、中村のバッティングが6番じゃ物足りないんじゃなくて、うん、長岡の成長とやっぱ今年はね中村の仕事って大変だと思うよ、先発ピッチャー引っ張っていくの、はい、だからそれも考慮してもうとにかくリードだとか守りだとか、うん、そういうことに専念してくれと、はい、いうような意味も込めて長岡も成長したし、うん、まあ、8番で行ってくれと、はい、いうようなことだと思うよ、ああなるほど、じゃあ一番最後に中村選手をそこは置いたと、まあそうだね、うん、長岡はすごくいいからね、本当にそうですよね、うん、まあでも中村選手 WBC でねちょっと疲れもあると思うんですけれども、あまあなあ、うん、準決決勝って変わったからな、しびれる場面ずっとやってきたので、まあ、いいリードするよな、でもな本当にあのよく勉強してるというかね、最後 の、 あの大谷選手のあのスライダーも一回もね受けてない中であれが本番だったっていう、すごいですね、端から端まで曲がってたからな、すごいメインですよそうそうそう、すごいですよ、中村はやっぱりいいキャッチャーだよですね、うん、だから最初スタートは、はい、その6番っていう負担をかけるよりも8番で、うん、キャッチャーとしてちょっと頼むと、はい、うちの先発ピッチャーもっていうようなことだと思うけどね、俺だったらそうするけど、例えば中村選手がちょっと若干疲れもあるとなると若手の他のいくらでもキャッチャーにっていうのも、内山、ここ松本いますからね、余ってるから溢れちゃってるから、そうですよね、いやいるいるいる、そういうこともまあ疲労度によってはっていうこともあるかもしれないですね、まあ、はいはいはい、早いヤクルトは、ヤクルト早いスピーディーに終わってしまった、ヤクルトはもう誰が考えてもそうだと思うこうなりますね、そうそうそう、じゃあ悩んだという最後です、オリックスです、はい、オリックスは何にやっぱ悩みました、
いや若手の成長と、うん、昨年まで出てた人間との競争で、うん、どうするんだろうっていうのがあるよね、ありますよね、難しいんだよ、難しいですね。じゃあそれを踏まえた上での一番、はい、一番、はい、茶野選手いいんだよいやだからこういう選手が出てくるから、はい、オリックスっていうのは面白いし、そうですよね、やっぱ育成もね、ソフトバンクが優秀だ、はい、優秀だって言われてるけども、うん、オリックスもかなり優秀だと思うよ。あれ茶野選手って育成の4からですよね。そうそうそう、で去年のドラフトで四国アイランドリーグからですもんね。そうそうそう、大したもんだよ。いやすごい、はい、ね、すごいですよね。じゃあ1番茶野選手でいくと、はい、はい、で2番ショート野口、ショート野口選手、いやだからこれ本来だったら紅林がショート守るかなと思うでしょ、うん、はい、でもやっぱ野口の方がいいんだよ、うん、いいですね、いや育てようと思ってたのが、ああ野口がいいんだよ。ということは紅林選手ではなくて豊さん野口選手を、野口になっちゃう、紅林がね、そうです、そうなってきますよね、うん、いい選手やっぱ使うとなると、昨年は悪かったしな紅林もね、今年に期待はしてたんだろうと思うけども、はい、自分自身でもね、うん、でも野口の成長があるよね、はい、うん、じゃあ豊さん2番にショート野口選手、はい、さあ3番です、ファースト中川、はい、まあ、昨年日本シリーズでもね3番打って中川がね、はい、良かったですもんね、はい、はい、で4番ライトの杉本、はい、ラオウ、うん、まあここはね鉄板、うん、で5番キャッチャー森、はい、はい、5番が森選手になると、まあ、山賊打線で、はい、3番、3番5番打ってた人間だよ、うん、はい、そうですね、そうだよ、うん、だからやっぱここら辺は実力者だよね、まあ、でもでね、キャッチャーという負担を考えて一つ下げる可能性もあるけどね、6番に、あ、うん、でも DH 次に、はい、ね、6番ゴンザレス、新しい選手ですね、だからここを5番にして森を一つ下げる可能性もあるけど、うん、でもやっぱ森のバッティング見たらね、はい、5番打ってほしいよな、杉本に勝負してほしいし、そうですね、今森がおるわみたいな、うん、そう思わせる選手だからね森はね、確かにそうですね、うん、で7番、はい、サード宗、うん、宗選手、はい、ね、8番、8番セカンド西野、うん、西野選手、はい、はい、うん、でラストレフトに来た、うんうん、あ、北選手、ああ、はい、いいんだよ振るんだよ、はい、いやいい若手がいるな、体も大きいんだよしっかりしてて、はい、ああ、だからいい飯食ってんだろうなオリックスはファンでも、いや、そうですよね、ここまで成長できるっていうことはそうですよね、なあ、いや、ただ新しい選手がやっぱり名前に入ってきてますね、そうだな、うん、まあ新生といえば新生だけども、はい、若い選手ってやっぱ勢いもつけるし失速もさせるんだよね、でもまあここら辺はなんか茶の野口、うん、この 1,2 番っていうのはやっぱり見てみたいよね、なんかこう勢いに乗ってっていう、そう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 、はい、だからこの若手を使ってくるのか中島監督が、うん、あ、西野を上に上げてやっぱこう安定感を取っていくのか、はい、まあ、ここら辺は面白いよね、そうですよね、うん、あとは例えば森選手、まあ、もちろん開幕は森選手キャッチャーでいくと思うんですけれども、例えばシーズン中に森選手を DH にしたいとか、で若月選手がキャッチャーとか、そういうもちろん場面も、あ、もちろんあるよ、出てくるってことですよね、もちろんある、若月もやっぱり優秀なキャッチャーだからね、はい、だからまあそういう意味では森を休ませて DH で、うん、で若月を使ってくるとか、はい、でゴンザレス以下ではもう DH 森若月いけるみたいな、ああってこともありますね、もうあるよね、だからまあいかようにもできるような形が整ったというね、そうですね、まあ、そんな感じがするけどね、うん、はい、あとはやっぱりその吉田選手が抜けたところの、まあ、打点だったりとかをどういうふうにこの選手たちで埋めていくか、まあ森もね勝負強いから、うん、ランナーいたらね3回に1回ぐらい返すよ得点圏に打率3割3分3人ぐらいで、はい、いやだからそれはね大丈夫だと、大丈夫ですか、いや、うん、それは吉田正尚の方が長打力があるから、だからその分打点は増えるかもわからないけども、勝負強さから言うと森も引けを取らないぐらい勝負強いよこの子は、ただ移籍1年目ということでね、はい、まあ、そこら辺のやっぱ精神的な負担っていうか、うん、まあ、慣れの部分もあるだろうけども、俺はなんか森はなんかこうやってくれそうな、うん、すんなり入ってるなっていうような感じがするよね、お、まあ、ユニフォーム見ても違和感ない、お、
ね、なんか全然全くないです。はい、近藤のソフトバンクのユニフォームはなんか借り物かなと思ってまだね、まだ、ね、まだ始まってないから見られてないからね、はい、まあ近藤はね WBC 行ってて、はい、こう来て見る時間が少ないからさ、まだ借り物競争みたいになっちゃってるけど、はい、まあ、だけど、森のオリックスのユニフォームは似合ってるという、ね、はい、そんな感じがします、はい、で開幕先発投手なんですけれども、はい、ヤクルトは小川投手というのが発表されました、ね、で、ね、現時点では実はオリックスは、まあ、発表はされてないんですよ、唯一、まあ、ここら辺が中島監督らしいよな、うんうん、もう決めてるとは思うけどね。誰ですかね。山下俊平さん雄大さん大好きですよね。いや見てみたいよ。山岡選手ではなく山下、まあ、山岡もあるとは思うけど、はい、山下いきなり衝撃だろうね。あ、まあ、オリックスどことだっけ。オリックスは西武です。あ、西武だ、ね、はい、いいじゃんいいじゃない、いきなりね、森選手フルスト当たりますし、いや、そうだし、うん、山下俊平投手が西武打線どうするのか、そうそうそう、いや、楽しみ、まあ、度胸が座ってたら、使ってみるのも面白いよね、うん、そうですよね、うん、やっぱこう、まあ独特だって話するじゃん、はい、やっぱ俺、1打席目の時なんか足震えてた記憶もあるからね。その開幕の、ああ、そうそうそう、1打席目って、そのぐらいやっぱこう緊張もするし、高揚するし、はいはい、だからまあその山下俊平太っていうのが度胸育って一球投げたらスーッと落ち着くっていうような性格であれば使ってもう面白いよな。ですよね、衝撃なデビュー。そうですね。でその日しかないわけですし、そうだよ、ね、それにしてもオリックスって山がつくピッチャー多いですね。山岡、山本、山下、あと山崎と幸也、山崎総一郎、山がいっぱいいるんですよ。そうだな、だらけなんですよね、今思ったら。宮城、宮城あんま関係ないつかなかったですけど、他がね、山が多いんで、山っていうヒント出されてもどれが来るのか分かんないですよね。まあ、そりゃそうだな、はい、多いな、多いんですよ。ちょっと、まあ、それも含めてちょっと開幕投手なんかもね、楽しみだな、はい、楽しみにしたいですけども、はい、豊さんのこれで全ての開幕オーダーで進みました、はい、ね、ああ、ドンピシャで当てるとこどこなんでしょうね。ないいや、あるかもわかんない。ヤクルト、ヤクルトあるかもしれないですよね、ワンちゃん。ちょっと楽しみにそこもね、はい、してみていただければと思います、はい。